大谷静香です。朝の体重測定。朝の体重は57.1。えー、57. やっぱ昨日たくさん食べたから、体脂肪率が31.0。体重が増えるとなんか体脂肪率が減るようなちょっと謎なんですけど。はい、そんな感じで、昨日の夜から 300g しか抜けてません。まあね、水分抜いた後に塩分とか水分すごく入れちゃったからかな。昨日の朝から、プラス2.1。2.1。お昼ご飯です。お昼ご飯がじゃーん。 昨日だけ自分にご褒美のつもりだったんですけどこれダイエットやったことある人なら分かると思うんですけど一回バクるとなんかそのモードがすぐに戻らないもうこれ言い訳って言われたらもう言い訳なんですけど完全にどうしてもどうしてもピザが食べたい、はい、気持ちになってピザを頼んでしまいましたせっかくいいところまで行ったのにこうやっていつもつまずくはいまあお昼だしねって思ってこの時はあの もう今日はこのピザだけもう夜は走りに行って昼夜はプロテインで済まそうっていう気持ちでいますちなみにマルゲリータと蜂蜜のクワトロピザでいっつも一人でワンホール食べるとき私あんまり行儀良くないから家でしかやらないっていうかまあやらない方がいいんですけど絶対に家ではこんな風に耳をね耳だけ残すんですよ でもちろんお店とかではやらないですけど耳だけ残して後で耳を食べるっていうのが私いつも決まりというかその食べ方がすごい好きでなんか耳はもうパンだと思ってるので後で別として食べるっていうのがありますのでこの時は一旦残しましたで完食完食というか家にいたら友達が「なんとかっていう映画見たい」って言ってきてでもその友達はその映画入ってフールしか その映画見れないらしくて私がフール入ってるのでちょっと来て一緒に見ようっていうことだったので近所の友達の家に行ってきましたそしたらそこであとビールで乾杯をすることにビールなんていつぶりに飲んだって感じ昨日しか飲まないとか言ってたのにちゃんと次の日も飲む石の弱さそしてキリのディップこれをおつまみにこれ食べたことありますかめっちゃ美味しいんですなんか当たり前のように2日連続お酒飲んでるけどはい で、夜ご飯夜ご飯じゃーん。ー一回バグると戻れない UFO の大盛り。いや、大盛りが食べたかったわけじゃないんです、本当に。でも、コンビニって今、大盛りしか売ってないんですよ。知ってますか私、そんな量食べられないんで、普通でよかったんですけど、大盛りしかなかったので、大盛りを食べました。ああ、またジムの先生の視線が怖いです。でも、二日間だけ甘やかしてください。そしたら、ちゃんとまた元に戻って、頑張ります。 はい、こんな感じで映画を見ながら UFO を食べましたハイボール7%何やってんだと思う方もいらっしゃると思いますけどわかるってなってる方も正直いらっしゃると思いますはいハイボール飲みながら「焼きそば」ちなみに私はカップ麺は 断 UFO 派だからねもうちょっとちっちゃいサイズがね出てほしいのりをかけてさあいただきますところがじゃん私はいつもこうなんですシアび私焼きそばっておかずだと思ってて白米がないと食べれないというか白米が欲しいんですよ絶対なので、はい、グッドじゃないこれを見てるトレーナーさんはバッドはいでも本当に今日食べたらもう明日からもう絶対、ね、頑張る神様トレーナー様に誓うっていう気持ちではいご機嫌で食べてます はい、下からのアングルでもブスすぎたんですけど、まあ、食べてるところ載せなきゃと思ってまあいいや別にってせましたやっぱなんか恐竜恐竜の食べ方やっぱね一口がね大きいなんかこういう時に UFO は食べるけど、まあ、一応ダイエット中だから一口ちっちゃくゆっくり食べようって ととか思思える人がもううダイエットに勝つと思うんですけど私けか100かしかなくて食べるんだったらもう何もダイエットのことなんて1ミリも頭から消して食べたいっていうタイプなのでがっつり食べて飲んであの戦争のさんまさんが出てた20年前くらいの戦争の映画を2人で見ましたはい映画を見て帰ったんですけどね でこれあの私本当に全部食べきれなくて本当にもうめちゃくちゃお腹いっぱいで申し訳ないんですけど3分の1くらいを残してしまいました、まあ、この時期なんで友達にあげるわけにもいかずでもこれちょっと残すつのあれだから持って帰るねっていうのも変だからちょっと残しましたすいませんって帰ってきて映画見て帰ってきてあのピザの耳の部分を残してたやつを食べましたオリーブオイルに塩でいつも。 食べてますなのであのピザは残さず丸々1つ1日をかけて食べましたでこれだけ見ると「いやマジでこいつやばいな食べてるもん」って思うと思うんですけどまあ炭水化物しか食べてないし今日一日の食事で言うとピザ1枚と UFO3 分の2ときり。 なんですよまあ多いか <laughs> ダイエット中では考えられないくらいの量を食べてますね、まあ、意外と少ないでしょうって言おうと思って自分で復習をしてみたんですけど意外と多かったですでも本当に明日から頑張る神様ちゃんと明日からも運動すると思うもうね来週また公演があるのでちょっと公演までには。 背中の足しのけしたいので。でもピザはちゃんと食べて、食べるもん食べて、明日から頑張るぞっていう気持ちで、もう本当に恐ろしい恐ろしい恐ろしい夜の体重測定です。じゃん。50、えぇ、ー、嘘でしょ ?58.6。58.6 58.。朝の57.1から1.5キロも増えました。減るのは数ヶ月かけるけど、増えるのは2日。せちがらですね。 まあでもここでね、落ち込んでても仕方ないし、まあ正直水分っていう、水分とか、まあこの分のうんちとか出たら、ますぐ戻ると思うので、焦らずに、あのトレーナーさんに言ったら、あずき茶とか半身浴とか飲んだり食べん、んあずき茶飲んだり半身浴とかなんとしてたら、ますぐ元に戻ると思いますよと言われたので、落ち込まずに、また頑張るぞという気持ちでいきたいと思います。皆さんはどんな一日でしたか明日からまた一緒で頑張ろうね。バイバイ。